はい、みなこんにちはということでね、今日はこちらを作っていこう。ボトルワイバーン G ということでね、ガンマが乗っとるやつ。はい。はい。宝富。はい、作っていこう。ちなみに、録画ミスがありまして、この子作ったけど、取れてませんでした。これは前作ったやな。福袋のやつ。ランダムブースターのやつね。最近なんかな、録画してたらさ、なんかめっちゃ止まるねん。多分思うにサブモニターの方にその録画のやつを持っていっとったら止まる可能性がある。ちょっと今日検証かけてちょっとやってる。うまいこといきゃまたね。すげえ、めっちゃワイルドワイバーンや。はい。いやー、ボトルマン、この新シリーズなってさ、ちょっとアニメがないからさ、ちょっと今ドラグルド G、買ってない。だってさ、アニメ化してなくてさ、キャラクター乗ってなかったらさ、主人公機かっていうの分からんかった。まあ、主人公機かなって思ったけど。やった、初ローダー。なんかこのローダーがすごい、なんか取れやすいってめちゃんこクレームがあるみたいやけどな。ちょっとこれ俺初期出荷分やから改良はされてないと思うけど、これカラーリングめっちゃこっちカメラで見たら真っ黄色、薄い黄色に見えるな。めっちゃこう、結構オレンジかかったんやけどな。こっちめっちゃ、カメラ越しで見ると、めっちゃレモン色やな。でもね、マジでこれ、コバルトセイバー来たな。コバルトセイバーファイヤーがめっちゃ期待やな。こう、カシャンってなるやつ。パワー全開さん。ごめん、この裏の BGM が、あれなってるかな。あ、ここローラー最初からついてる。あ、これマット素材やな。めっちゃ横にあるこのブルガリブラックの匂いがこう次に匂う。ん？あー、もうあれなんね。これさっきつけてしまえるんや。ちゃんと入ってないよこれ。またガンプラも作らないかんねんけどな。今ガンプラなあれなんや。作るに時間かかるやつばっかしかなくてさ、HG とかすぐできるやつだったらな、仕事から帰ってきてすぐできるけど、さすがにマスターグレードとかあの辺をな、平日の日に作ろうと思わんな。まあ別にあれやけどな、あれすりゃいいんだよ別に。2、3回に分けてやればいいだけやけど、1日で作ろうと思えるから。墨塗りとかあるやん。え？
しとかにか。なんかこのバネがバネがほんま合ってるのか、絶対違うような気がする。え、どういうこと。マジわからん。ちょっと待ってな。パーツ合ってるよな。このスプリングはどうなん？マジわからん。もう引っ張っておくとかいうみたいに書いてないしな。あ、わかった。これ逆か？あ、でもこっちで合ってるよな。出てないんか。ここで。
これは時がある方が前とかどれからここやろ。うん、でよーって逆っていうわけでもないよな。ここまで差し込むのとか、ごめん、マジで分からんのやけど。これ分かった。これな、ここで買い取るところとこっちとか逆や、ほら。お、こことここ逆やねえか。なんやねんそれ。わからん。そ。それ合わんわ。こっち側のこっちとここが逆やった。めっちゃこれ分かりにくい。なんでこっち向きやねん。ふざけんなよ。めっちゃ時間かかった。これだけで13分かかった。どんだけ頑張ってんねん。まあ見てる人は気をつけましょう。先つけてしもうた方がいいかな。いや、俺はスーパービーダマン世代だ。で、漫画をあっこまでぐらいしか、違うわ。卵が、ビーダマン、女の子からもろたビーダマン、落とすところまで。
くらいしか見てないんで。で、実際漫画も漫画で全部読んで、漫画で全部読んで、またこの前あの電子書籍で買った100何円の時、全巻100何円の時また買った、まあ、読んでないけど読まないかんねんけど、でもあの俺はあの小さい時にさ、お前あのスリークローズであのドライブショット、ドライショット打てないと、お前あのあの威力的に全あの威力的に全然相手されてないのに、なんでガンマずっとこのずっとあのこのカズナのこのこれで頑張っとんねんって言ったけどさ、あの縦回転かけたらさ、あの安定しないからさ命中率が、そりゃしないでしょガンマの命中率下がるって、うん、サラーもなあれやもんなもう途中あの移住院からもう毛に引けるベルスを持ってさどや1年間 B ダメ、子供の頃めっちゃ不思議に思ってたもうサラーやってもうドライブショットしてるんやから、お前もやれやって言いな、なんて子供、会社の上司の息子がすごくなんか YouTuber になって、 YouTuber になりたいって言ってるみたいでさ、まだ小学生や、未成年は収益化できねえぞ、昨日聞いたら、何の動画撮りたいって言うの？聞いた。ゲーム実況したいって。それこそ社会人になってくださいって。小学生でゲーム実況しようって、どんだけ贅沢なこと言ってんの？てかお前むしろマンション暮らしじゃねえか。まあ、回線速度絶対安定しねえだろ。やめとけって。回線速度安定しねえ。どうしよう。こっち聞きないの、うん、どうしたい、こう言いたいタイプ、こっちがいいかな。違うな。
ちょっと。パーツの噛み合わせがなんか悪い、なんか分かりにくい。こっちがいいか。下に入れてから。ああ確かにこれ安定しねえわ。バトルビーダマンとかは全然あの世代じゃないから分からん。あのとりあえず一周まとめてバトビとなんでクロスファイトとクラッシュと全部見たかな。まとめて仕事行く前にずっと内容言われたら全然わからん。全然もう覚えてないよ。バトルビーダム。壁の中にコバルトスイーバーあったくらいにしか覚えてない。あ、まあ今回もあれやからな。あのボールの方をいじるようになっとるからな。玉の方強化する。なんかでもスマートやからかっこええな。今回バチクソかっこええ。俺あの緑のサーメットみたいなやつ買おうかな思ったんやけどさ、買わんでええかと。絶対形的に 100% ワイルドワイバンク来るだろうと思っとったから買わなくていいわ。あの女やっぱ出たから。どこかわからん。こっち見た方が早そう。シールミスっとる。こっか。またちょっと気が向いたら、また電球の日ぐらいにペネルペ作る。ペネルペじゃなくスリーガンダム作る。絵柄的にこうやん。あとは黄色いシール。あの昔な、
黒い、え、お、あの緑色のクリアのビー玉やったかな、OS ギアがついとってスナイパータイプかなんかって書いてます。あれがめっちゃ欲しかったね。あれをなあ、な作りたいな。あれが欲しいな、一番欲しい。あの昔あれが欲しくて買えんかった思い出が。おひげそ。パッケージ見た方が早いわ。あのここにパッケージ置いてパッケージ見ながら貼るっていう、その方が早い。うざいとこやな。いや、年も年やからさ。作っ方からって言ってさ、そのガチガチ遊ぶことはないから。作って鑑賞して終わりけど。人ができたら、一人でも追ってくれたら助かる。ちょっと迷っとったんやけどな。なんか俺あんまこの辺があんま好きじゃないよな。造形がきちっとしてない。できた。これ俺逆にしろ。よし、オッケー、できた。なんでボトルワイバンジとかっこよそう。めっちゃシャープやな。この斜めからのこの角度かっこいいな。この角度。ああ、横かっこよ。みんな言うよな。みんなこうやったらいいのになってみんな言うよな。俺もそう思う。これじゃいかん。ちょっと待って。はい、これ最悪。立て付け悪すぎ。悪数分後。はいはい、立て付け悪数分後。いや、てかむしろこうやって打つ機体なんじゃないか。ええ、ちょっと待って。何この立て付け悪数分後。そりゃメルカリで安売りされる。どうなんよこれ。
何これ、立て付け悪すぎやろ、なんどないなっとんねんこれ、コロリすすぎやろ、むしろいらんのじゃねえか、むしろいらんだろ、この方が早いんじゃねえか。てかあれだね、別にこうやって使わんでもさ、こうでいいんじゃねえか。これがな、はっきり言ってさ、マジでマジでこれ立て付けが良くてさ、これが立て付け良くてさ、こうでいいんだね。ここがこんなんやからさ、安定しねえけどさ、なんか結構フラット系の、例えばさこいつの、外れんわね、こいつの腕でいいんじゃない？これにしたら、これにしたらさ、これ安定するから。安定しねえわ。これここの突起うざいな。安定するんかなと思ったけど、安定しなかった。これはこういう風な機体でいいと思います。むしろこれ、ドライブ回転できる機体にしてさ、こいつドライブ回転違うな。これドライブ回転できる機体にしてさ、こうでいいんじゃねえか。こう入れてさ、こうでいいんだね。はい、これ立て付け悪すぎ、そりゃお前売れねえよ。これビー玉の作者の人怒りんごや。やっべ、取れんわれ。どうやったら取れんの？いいかな。うん、とりあえず今日はこのもう、ボトルアイバン作っていきました。これ立て付けどうにかならんの。なんかめっちゃアマゾンとかで叩かれとったんやけどな、外れすぎって。そりゃあね。怒るわ。なんかもうちょっとまともな出たらいいかな。うん、あ、ちょっとこれを俺試してないな。でもこれなんかあれやな、めっちゃスムーズやでな。なんか俺一回立て付け悪いんや、当たったからな。てか、これさ、俺ここ台の下やから、台、こっから下台ないんやって。こうやったらいいけどさ、こうしたときさ、ここ手当たるやん。しんどいわ。なぜこうなった？こう持つんじゃなくて、こう、うわ、無理やな。ここでいいよ。なぜこうしなかった？こうにしとる意味がわからん。しかもさ、こうしようと思ったらさ、多分こう、ずれそうな感じがする。こう、中心が。多分こう打とうと思ったら、こう、ちょっとずれる。ここで、押さえて、
こでこう下押さえてなんかな。うん、めっちゃここ。マジトレン。マジトレン。うん、ということで今日はこのボトルアイバン作りました。またね、新しいに出たらちょっとまたやりますんで、またよかったらお願いします。じゃあ不備ありすぎやろ。